チラシは置いてます。それも配ってないですから、興味ある方はと思っててください。特別に今日すぐ申し込みたい方は書いてもいいです。じゃあ回りましたか。ちょっと説明しますね。次回は9月13日になります。時間は上にあるように1時半同じです。1時半開始ですので、まあ1時ぐらいから受け付けますから、空いてますからここおいでください。で場所は同じです。南那須公民館、この2階研修室になります。で今度は滝口先生、そこのちょうど今、この透明なのをつけてる方ですが、の方で、講座をやりまして、それが5月10日に実は新しや心の平成を求めたっていうのを、中止になっちゃったんで、それを今度9月13日に、やるということです。で、翻訳を通じて文化を考えるは、来年度も那須烏山論は続けてやる予定ですので、来年度ということでお願いします。で、それ以外ですね、場所のところちょっとご覧いただきたいんですが、1月10日だけ烏山公民館になります。ちょっとここが使えないという事情が出てきまして、申し訳ないんですが、1月10日だけ。でここはちょっとついでに申しますと、上野先生のはやはり縄文人の精神世界ができませんでしたので、それを、こちら1月10日にやるということです。ですからこの予定も来年度ということになります。これなくさないようにせよ、連絡はいたしませんので、これでちょっと見てきていただきたいと思います。それでは、こちらで上位の。じゃあ那須烏山の方の PR の方をさせていただきます。こちらの方、今日いろいろな滝を紹介していただきましたけども、なかなかその滝へ龍門の滝とか以外の滝へ行く機会とか少ないと思うんですけども、今烏山の方でジオパーク構想という事業をしていますが、本来ならそちらの方で案内できると思うんですけども、なかなか今できませんので、今この那須烏山論の別枠の方でですね、月1回ぶらり那須烏山というものを開催しています。第1土曜日今度9月5日になりますけども、ぶらり那須烏山っていう方で、ぜひ滝、いろんな紹介された滝もご案内できるかなと思います。ガイドは先ほどの青島先生がガイドをされます。あと歴史の方は私が担当しますので、ぜひご参加ください。時間はで、ね、今度の9月5日はですね、大金駅前に9時半に集まっていただければと思います。よろしくお願いします。続けてこの那須烏山論とはちょっと別なんですが、便乗させていただきまして、私が勤めております大田原市のですね、今日チラシを入れさせていただいておりますが、今月ですね、昨年発掘しました発掘調査の速報展を湯津上資料館の方でですね、古時の丘の那須古時の丘湯津上資料館で開催しております。でこちらはあれなんですが、皆様にぜひ参加していただければと思いまして、今関口会長の方にちょっとご協力をいただいて話しさせていただいているんですが、8月の23日からですね、この大田原地域の特に湯津上地域の侍塚周辺のですね、将来ボランティアガイドさんを養成するためのですね、那須地域学講座というものを大田原市で、私どもの主催でですね、始めさせていただこうという予定を作っております。もしお時間がございましたら、23日が第1回目でございまして、場所は旧湯津上庁舎です。ちょっとこちらからですと分かりづらいんですが、294を北上して、笠井市神社のところを左に曲がっていただいて、少し行って、右の方へ入ったところなんですが、綺麗な旧湯津上村の役場なんですが、そちらの方で講座を始めさせていただくと。で、ブライナスカラに関係するようなですね、これからこのあちらにいらっしゃいます、前木村館長とですね、那須地域の県北県南をこう、那須郡の県北県南を
中心としてですね、地域を歩くいわゆる地域散策マップを行政の中で、協力をしながらですね作っていきたいというふうに考えておりまして、やはりふるさとを知るためには、よその人たちが我々のこの素晴らしいふるさとに来ていただいた時には物語があってですね、地元の人しか知らないようなそういう楽しむところ、散策して歩くようなところの地図がですね那須郡にたくさんあればですね、従来の観光マップとは違いまして、ゆっくりその地域をこう地元の人たちと一緒に楽しんでいただけるような場所になるんじゃないかということで、なかなか行政にお金がない時代なんで、それをどういうふうなお金を確保しながら作っていくかというのがこれから課題なんですが、地域のことは地元の人が一番よく分かってるわけですから、そういうものに我々がこうご協力するような形で、那須郡の素晴らしさをですね全国に発信していければなんていうことで、そういう地域散策マップを作る、イギリスではフットパスっていう言い方をするんですが、そういうフットパスを作っていくような話を8月23日に第1回目13時からなんですが始めたいと思っておりますので、もしお時間がある方は大木川を越えて太田川の方まで来ていただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。中山先生がすいませんでした。じゃあもう一つの団体でちょっとすいません。じゃあすいません、最後だと思いますんで龍門の滝の今日勉強があったなと思うんですけども、そこにこの前4月の末なんですけども、観光案内所というのを、私たちはボランティア団体なんですが、やり始めました。でまだまだ分かんないことがあって今日も勉強しに来たわけなんですけども、ぜひ一緒に龍門の滝を見ながら勉強させてもらえればいいのかなと思いまして、で、あわゆくば私たち一緒にこう、先ほどガイドの話も出たかと思うんですけども、一緒にガイドをこうやってもらえると嬉しいなというように思ってます。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、ちょっと長くなりましたが連絡終わります。